ございます。ゆうこちゅぶです。今日はですね、ワイキキになかなかいいスウェルが来てるということで、数日前からずっと期待してた日になります。イエーイ。これからね、ちえちゃんがうちに来てサーフィンに行くんだけど、今日は波が良かったらもうね、2回サーフィンに行こうかなと企んでます。で、1回目のサーフィンはこの間も動画で一緒にサーフィンした日本からサーフトリップに来てる皆さんと一緒に行きます。またキンさんにドローンの撮影を依頼させていただいたので、ちょっとそれも楽しみです。で、私もちょっとね、みんなの波乗りとか GoPro で撮れたらいいなって思ってるんですけど、まあ、今日ちょっと波があるからちゃんと撮れるか不安なんですけども、頑張ってこようと思います。で、ちょっとね、朝の時間帯がハイタイドだから波がどれくらい綺麗かわからないんだけど、もし行けたらちょっと時間を空けてタイドが下がっていく午後にも行こうと思ってるので、今日はカロリー消費しまくる一日になりそうです。ということで、ちえちゃんを待ちます。お疲れ様です。
イエーイ。お風呂入ってまだ髪も濡れたまま絡まったままお昼を食べに行きます。私たちはあと 3,4 時間後にはまた海に入る予定だから、今日はねいくら食べても許される太りませんっていう、ね、カロリー絶対消費できるから爆食べします。イエーイ、レッツゴー。やってまいりました、今日の我らの目的地、ツルトンタン。サーフィンしてる間からずっとツルトンタンのことしかね途中から考えられなくなってもうたんで、入れないかったらおこです。レッツゴー。ツルトンタンはやっぱりランチセットが最高。いやすごいね、こんなセットなんだ。そうなの、でも私アップグレードするからさ、明太釜玉に7ドル。私もそれしたい。7ドル上がるけど。どこどこ、これ明太、明太釜玉、これのことなんだ。これしか食べないよ私は。汁なし明太釜玉と天ぷらのセット。ちゅーちゃんは汁ありでラージだから、とんでもない量で手伝うよ。手伝うから。お願いします。あ、なるほど。いただきまーす。めっちゃでかいよ。これどっちがどっち？でかい方が。そりゃでかい。ちえちゃんの残り物を食べます。私は全部食べました。ご飯は残したけどね。でかいよねこれ。頭よりでかい。沈めたらさ、ちょっと消化させたらまた行くよ。乾杯。まだ9月始まったばかりなんですけど、9月5日なんですけど、クリスマスが始まりました。早い。クリスマス今まさにお姉さまが飾り付けてる。お姉さんが飾り付けてるんだ今。いや本当マジです。本格的な、本格的に、すごいよね。フライングすぎます。ハロウィンの前なんですけど、ハロウィンもまだね。よく見てお魚とかが、そうなんだよね。クジラとかもめちゃくちゃ可愛い。クジラさん、パイナップルスパンコールついて、魚も。まさに今セットアップ中なんだ。じゃん。ということで、お腹いっぱいになったけど、なんとか気持ちを落ち着かせて、これから2回目のサーフィンにちえちゃんと行ってきます。私の2回のサーフィンに付き合ってくださる強者だと思う。いやいや、私もサーフィン大好きだから。最高、最高です。ということで、2回目のサーフィンはちょっとね、今日はもう GoPro は持っていかずに、純粋に楽しませていただきます。イエーイ。じゃあまたね。じゃーん。ねえ、私本当にこの子に似てると思うんだよね、我ながら。で、これもらったの、友達に。大好きなマイシスターズにもらったの。そしてここで見せる私の本日のアクティビティをご報告したいと思います。なんとなんと、ムーブが
305% 達成。エクササイズもさ352分やってんだけど大丈夫か。5時間超え、すごっ。ちーちゃんも 333% 最高です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ビチビチです。まだお風呂入ってます。ということで今日はこの可愛い子ちゃんで締めようと思います。この知らないはね、元ルームメイト、元仕事仲間の友達がね書いておいてってくれた。アロハ、レインボー、ナミ、ユーコチューブ、ハビスカス、バイバーイ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。今回は1日2回もサーフィンしてみたら、なんと1435カロリーも消費しちゃいました。そして最初のサーフィンのセッションではまたケンさんにドローンの映像を撮影していただいて、上空からの映像だったり私が追い撮りした映像だったりを組み合わせて、すごく臨場感のあるビデオがお届けできたんじゃないかなと思います。私も編集しててすっごく楽しかったです。これからも私のサーフィンライフ、ハワイ情報を載せていくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。マハロー。